こんにちは、エバトたけしです。今回は、よく考えてから行動しろという言葉を鵜呑みにしてはいけないというテーマでお話ししていきたいと思います。何かやりたいと思ったとき、そのやりたいと思った瞬間がやる気のピークです。これをやってみたいというワクワクは一瞬でピークに達し、あとはだんだんと静まっていきます。 やってみたいというのは感じることです。やってみたいと考えているのではなく感じているということです。私たちは感じると考えるを同時に同じぐらいすることができません。やってみたいという気持ちがピークの時には全く考えることができません。やってみたいは純粋なやってみたいという感覚なのでそこに理由などありません。やってみたいはただやってみたいです。 やってみたいという気持ちが静まっていくと、だんだんと考えることができるようになっていきます。すると、私はこれこれこういう理由で、これをやってみたいと思ったんだな、と自分がやりたいと感じた理由を探すようになります。ワクワクのピークは過ぎたけど、まだワクワク感が強い時には、ポジティブに考えることができます。やりたいと思ったことをやってみた時、自分がどれだけ楽しむことができるか、ということを、 想像すすることができますワクワク感が静まってくるつまりやってみたいと感じていることが少なくなっていくと何でやってみたいと思ったんだろうと考えることの方が多くなっていきます感じるより考えるが多くなればなるほどネガティブ思考になっていきます考えれば考えるほどこれをやってうまくいかなかったらどうしよう これをやって損をしたらどうしようという不安が生まれてくるようになります。不安が生まれるとやってみたいと思ったことをやらない方がいい理由を探すようになります。これをやってみたいと思った。でもこれをやったらこういう大変なことが起きる可能性がある。だからやらない方がいいという理由をどんどん見つけるようになります。これをやったら嫌われるかもしれない。これをやったら馬鹿にされるかもしれない。 これをやったら恥ずかしい思いをするかもしれない。そんなことになるぐらいだったら、やらない方がいいな、となっていきます。私たちは放っておくと、勝手にネガティブ思考をするようにできています。なので、考えれば考えるほど、起きて欲しくないことばかりを考えるようになり、どんどん不安になっていきます。考えれば考えるほど、どんどんやらない方がいい理由を見つけるようになり、 行動を起こすことができなくなります。最も行動を起こしやすいのは、やりたいと思った時です。やりたいとなった時は、感じるが100で、考えるが0の状態なので、やらない方がいい理由が全く思いついていない状態です。ワクワク感が静まっていくにつれて、だんだんと思考できるようになり、いずれは頭の中が、やらない方がいい理由で埋め尽くされるようになります。 ということで、やりたいは感じるなので、考えるではありません。やりたいは考えた結果ではないので、やりたいと思うことに理由などあるはずがありません。何かやりたいと思った時は、頭の中がやらない方がいい理由でいっぱいになる前に行動に移していきましょう。やらない方がいいという思考より、やってみたいという感覚を信じてあげましょう。 私はやりたいと思ったらすぐに行動します。私はやらない理由よりやりたい気持ちを大切にします。私は考えれば考えるほど不安になるということを知っています。私はワクワク感が強いときに行動します。私は思考より 自分の感覚を大切にします。私は好きという感覚を大事にします。私は好きなことをして自分を満たしてあげます。私はやりたいと思ったことをどんどん行動に移します。私はやりたいという感覚を信じて行動します。 私は不安よりワクワクを信じることを選びます。